はい、3、2、1、はい、ということで手術無事に終わって今術直後ですね。エンペラーの苦悩はこんな感じです。かかってこいや術直後、うん、綺麗ですね。まあ綺麗ですね。まあ触るとちょっとドンツワルデと若干目がぼやけるぐらい恐れてたほどのことは全くないし、痛みも全くなかった。僕はあんまり痛みビビりだったんだけど、なんか途中一瞬意識があったかなぐらいで、もちろん痛みも全くないし、で今から注入すんのって聞いたらもう終わってたっていうそういつ注入したのっていう感じで麻酔しっかり効きますから、めちゃめちゃ綺麗です。井上先生実際やってみてどうでしたか？予定通りです。ごめんなさい、面白いコメント全然言えないんだけど。面白いコメント言えや。エンペラーのクマって感じの出方しました。お前の目でやった、クマも。クマも思考も前の目でやっぱり、ね、やっぱり性格が出てんな、クマの。あとは孫先生ゆっくり今日は休んでいただいて、ゆっくり休んで明日次まだ予定なくなって、まあ、程よくにして、明後日からまたオペこれパツパツ入ってるからね。大丈夫ですね、皆さん元気ですかね。エンペラーは手術終わって5分後にカウンセリングしたよな。言ってましたね。僕マスクなしで全然カウンセリング行ったけど、言われないと分かんないでしょ。だって全然もう本当に腫れても全然分かんないでしょ、はい、だからこのレベルなんで X のクマ取りは本当にレベル高いんですよ。ワンデーとは言わないけど、まあ2デイズぐらいでしょうね。なんで全然2、3日ぐらいあれば余裕で仕事行けちゃうと思うので、バズらない井上先生から最後一言。まあお疲れ様でした孫先生、うん、本当にあの痛みとか怖い中でっていうのがあのすごいよく頑張ってくれたんじゃないかなと。そのうん、何よりね、まあ、僕らは当然綺麗にしますよ。なんで受ける側の方がね緊張したりだとかすること往々にしてあります。やっぱ特に初めての手術って方多いんで、絶対皆さんほとんどそうなので、やっぱりあの心情とかそういうのをしっかりと僕らの方でケアできますので、どういったことが悩みなのかとか、そういうところでやっぱあのしっかり教えていただいて、とにかくリラックスして受けていただけるように努めてまいります。めちゃくちゃ患者さんの気持ちも分かりましたので、より皆さんを優しく丁寧に接していけるなと思いますので、以上でエンペラーの熊取りフルコースでした。ごきげんよう。はい、おはようございます。ダウンタイム1日目の朝ですね。まあこんなもんですね、全然腫れてねえじゃんっていう話。マスクなしで全然お出かけできます。ダウンタイム1日目、ちょっと全体的にむくんでる感じはするし、抑えると少し鈍痛があるのと、まあ、若干こうまだこう目やにが多いかなという印象ですが、これ1日目なんでさすが井上です。はい、ダウンタイム2日目どうかな。ちょっととここ腫れぼったいけどね。で触ると少し鈍痛があるぐらいで、まあ全然マスクなしで出かけられますけどね。まあ井上先生が上手なのとエクソソーム 6cc 使ってますから全然出かけられるんで、僕はもう普通にシャワー浴びてご飯食べて昨日も会食行ってたんですけど、何ら問題ないぐらいにはなってますんで、皆さんぜひ参考にしてください。2日目でこれですからね。熊取りフルコース3日目ですね。ちょっとずつこう黄色みが出てきたかなっていう感じはします。皆さん見てわかりますかね。腫れはほとんどなくて色味が出てきた感じなんで、まあ僕ドスッピンでこれなんですけど、コンシーラーとか塗れば多分そんなにわかんないんじゃないかなと思います。今現状はこんな感じで、皆さん3日目ですから参考にしてください。余裕だよね、これ女性だったらお化粧しちゃえばもう休みいらないでよね。はい、ダウンタイム4日目、ちょっとだけ色味があるのでまあ続きにならないですけど、メガネなんかで隠しちゃうと何もわからないな。最高です、熊取りは。熊取り5日目でございます。どう、涙袋も出てきてめちゃくちゃ若返ったんじゃないかな。むくみもだいぶ落ち着いてあって顔ね、だいぶスッキリしてます。トイレかけてますけれども、いかがでしょうか。イケメンになったんじゃないでしょうか。クマ全然しんどくないから、皆さん気になって早めにやってください。はい、クマトリフルコース今日で6日目ですね。どうかな、もう晴れ落ち着いたんじゃないかなと思います。みんなに若返ったって言われるし、今日からもうガチガチにトレーニングして日焼けもして、さらにねアップデートしようかなと思ってます。はい、クマトリフルコース1週間経ちました。いかがでしょうか。もうダウンタイム終わったでしょう。ちょっとまだむくんでますが、バッチリ若返ったし、みんなにもすっごいご好評いただいてますんで、井上先生ありがとう。
さすがに今回ばかりは井上先生もバズってしまうんじゃないかと僕は恐れています。取りをしたぜ。そして2週間経ったぜ。皆さんいかがでしょうか。僕の毎日のダウンタイムの経過とか、実際どれぐらい腫れてたかとか、なんならオペ中も全部多分世界初インスタライブやってたんで、それこそ本当に血出たらもうね、そのまま伝わってたわけですから、全部隠すことなく最後まで経過から術中から術前の僕の心境からで、2週間経った今この綺麗な状態まで全てを忖度なくありのまま、アキラ 100% じゃない、熊取り 100% を皆さんにお届けできたんじゃないかなと思ってるんで、参考にしてください。これ忖度なしでめちゃくちゃ良かったんですよ。だって僕翌日普通に寿司食べ行ってるし、2日目仕事をしててトレーニングしたんですけど全然問題なかったんで、皆さんが思ってたよりはるかにダウンタイムも短く、全然痛みも全くないし、術中も記憶一切ないし、なんでもっと早くやらなかったんだろうと、あの恐れてたあの時間は何やったんやろうかと心から思います。ドクターの腕がうちいいんで、実は僕がパンパンに腫れてしまったらもうそれはそれで井上先生もしょうがないと思ってたけど、本当に腫れなかったんで、彼もしっかりそのプレッシャーに打ち勝って、なんでうちの各院に全て井上先生と同じクラスのドクターが揃ってますから、ご安心いただければというところですね。今回先生本当に腫れなかったじゃないですか。腫れなかったね。ストーリー見てたんですけど、うん、先生と同じ内容でってなったらメニューってどんな感じになるんですか。僕と全く同じ内容ですと、熊取りのまずフルコースですね。これが通常だと64万8000円になります。プラス脂肪に混ぜるオプションの PRP、 脂肪に混ぜて一緒に注入すると毛穴が引き締まる、お肌の張りが出てる、脂肪の定着率もアップしていきます。これが19万8000円になります。あと私エクソソームのプレミアムエクソソームっていうのを 6cc マックスつけてるんで、これは手術と併用するとやっぱり体の回復能力が上がるんで、ダウンタイムの軽減、腫れむくみの軽減、もう皆さん見ての通り私はあんだけしか腫れてないんで、これ 6cc があって本当に良かったと。これ 1cc8 万円なので初回価格だと、で 6cc ですと48万円とてな形になりますので、あとは足のエクスパレル、脂肪を吸引した部分の痛みに対して持続する麻酔を巻いていってるので、これがだいたい10万円ぐらいかな。だから僕トータルでいくと金額ポン、はい、って今出てますが、フルフルで通常であればそれぐらいの金額でできるんじゃないかなと思います。そうすると仕事休むことなく普通の日常生活をしていただければと思いますので、これがエクスクルティ、なぜ我々が選ばれるか、他院で真似できない桁違いのクオリティがあるから。目が開いてないみたいな腫れ方しちゃうんじゃないかとかちょっと思ったんですけど、ね、ちゃんと医者を選ばなかったりクリニック適当に行ったりするとそうなるから、逆に X に来ればそのレベルで済むんですよ。これ僕毎日ストーリー載せてインスタライブもやってるから経過ごまかしようがないじゃん。確かに当然だからパンパンに腫れた可能性もあったと思う。うん、ただやっぱり X はその高いレベルなんで、どこよりも高い確率でダウンタイムを短くすることができる、しかも仕上がりもスーパー綺麗という感じですね。先生的に今回の満足度でいうと何点ぐらいですか。いやもう本当ベタだけど120点でしょうね。僕の想像を超えてきてたと。我々が掲げているコンセプトだよね、満足を超えた感動、まさに僕は感動しましたね。この X クオリティ、これ私の作ったクリニック、私のドクターでこんなレベルの高い手術ができるやつがゴロゴロいるのかというふうに、私が自分で自分を褒めようと思いましたね。うん、逆に X 以外の選択肢があったら教えてほしいと。仕上がりも X に来ればもう 100% 私が保証しますから、安心してタイタニック乗ったつもりで来てほしいと。沈んでまうやないかいっていうツッコミでした。ごめんなさいごめんなさい、ね、YouTuber だもんやってるかもしれない、みんな結構腫れてんじゃん。はい、俺ほんと腫れてないから。いや本当に腫れてなかったです。もうちょっと腫れさせてよ。いや本当にこれやったのっていうぐらい腫れてなかったです。全然腫れてなさすぎて、逆にほんまにやったんかって疑われるレベル。いや私本当ですよね。特にこのクマを年間で1000件以上、今までトータル僕は5000件以上クマの手術やってきたんですが、その私が実際クマを受けて毎日のダウンタイムをリアに乗せてるのと、これ世界的にもレアですよ。だからめちゃくちゃ参考になると思うし、これマジで1000万再生ぐらい言ってもらわないと困るんだけど、ぜひね皆さんに拡散してほしいし、クマで悩んでる方いたらめちゃくちゃ参考になると思って、ぜひ不安な方も、クマ取りをした方も、家族の方が悩んでる方も、修正を考えてる方もぜひ見て参考にしていただきたいと思います。はい、皆さん、なんでクマ取りの帝王ね、エンペラーこと私が手術を実際に受けて本当に良かったと心から思いました。まだ悩んでる方とか迷われてる方の少しでも参考になってくれたら、僕も体を張った甲斐があったかなと
思います。最後に、僕の手術を、ね、担当してくれた井上先生、ほんまにありがとう、最高だったぜ。井上先生以外にも我々本当にスーパードクター院が5つもあって全国今一番盛り上がってますんで、 X に来れば皆さん間違いないですから、私を信用してぜひ安心して来てください。この動画がね面白いと思った方はぜひいいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。